はい、皆さん2020年明けましておめでとうございます。秀樹畑中でございます。昨年中はね、2019年は本当にこう多くの人にチャンネルに訪れていただいて、登録の方もしていただいてありがたい限りでございます。今年もね、引き続き、多くはね、ギターの演奏動画になるかなと思いますけど、たまにね、家族とか引っ張り出して、ふざけたような動画、去年も何本か出しましたけど、そういうのも嫌いじゃないんで、そういうのもたまには織り交ぜながらやっていきたいなと思ってますので、引き続き、よろしくお願いしたいと思います。チャンネル登録まだの方はね、ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。去年はですね、本当にそのケリー・サイモンさんの超絶音楽塾オンラインに参加したっていうのが一番自分のギターのね、中では大きい出来事というか、本当にこう ギタープレイをこう見直すところでもたくさん教えてもらいましたし、いろんなね、そのギター音楽だけじゃない、いろんな側面からもいろんなヒントをもらえたように思います。で、あとはもう本当にこう僕関西住まいなので、薩摩さんとかのねギターサロンにもこうちょいちょい参加させてもらうようになって、薩摩さんからつないでいただいた人のつながりというかね、そういうのでイベントのバンドでお手伝いでギター弾かせてもらったり、でまたそこからまたつながって、先日ねバウバウのカバーバンドもやったりしたんですけれど、本当に弾いたことのないような曲に取り組んだっていうのもたくさんありましたし、自分のバンドのライブも何本かできましたしね、もう本当に楽しかった一年でしたね。そうそう、大阪のロックバーのセブンさんのねイベントもお世話になりまして、もう本当にものすごいギタリストの人たちともね、そのお知り合いになれて、もうたくさん刺激もらいましたね。今年はね、なんとかもうちょっとギター精進してね、うまくなってクオリティの高い動画上げられるように頑張りたいと思ってます。あんまりね、真面目なことを語る気もないんですけど、基本楽しくねギター弾いていきたいな。で、皆さんと共有できるものがあれば、そういうのもしていきたいなと思いますので、どん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 また絡んでいただければと思います。コメントとかね、ライブ配信もまたどんどんやりますので、よろしくお願いします。はい、そんな感じですよ。ということで2020年も秀樹畑中ギタールームよろしくお願いします。よろしくお願いします。